はい、今回ご紹介するのは、フェイマスよりですね、FS5DX ソプラノサイズをご紹介させていただきます。こちらはですね、フェイマスの人気ナンバーワンのモデル、FS5G のデラックスバージョンとしてですね、この度製作させていただきました。こちらボディにはですね、ハワイアンコア材を用いておりますね。はい、でこちら、フェイマスのロゴがついておりますけれども、ヘッドの付き板にもハワイアンコア材を用いております。こちらなんといってもですね、採用しているペグが5等製のプラネタリーチューナーですね、いわゆる UPT って言いますけれども、このペグはですね、高級なウクレレにもっぱら採用されるペグではありますので、より精度の高いチューニングが可能なペグとなっております。今回ですね、こちらのモデルに採用させていただきました。で、ネックはマホガニー材で、指板はローズウッド材ですね。こちらのブリッジにはウォールナット材を用いております。サウンドホールの周りにですね、ロゼッタが施されておりますね。こちらがソプラノサイズではあるんですけども、ネックとボディがジョイント接合している部分のフレットがですね、ちょうど14フレット目になりますので、人気モデルの FS5G は12フレットジョイントなんですが、こちらは14フレットジョイントの最大17フレットまである仕様となっております。ソプラノサイズで一般的なソプラノスケールにはなるんですが、14フレットジョイントではありますので、まあ、ハイポジションの方を弾く際にですね、結構こう抑えやすいというところが魅力の仕様になっておりますね。まあ、17フレットまであれば、本当にいろんな曲に対応できるかなと思います。こちらの音としてはですね、非常にこう明るくてはっきりした音色っていうのを、感じることができますね。こう FS の 5G 自体も非常にこう優れたモデルではありますし、人気ナンバーワンの理由もうなずけるサウンドと仕様になっているんですが、でこちらのモデルはですね、とてもこうはっきりとした音色でですね、もうこうソプラノの良さがぎっしり詰まったそんな、サウンドになっておりますね。弾いた時のこうわーっと広がる音色もそうですし、ハイポジションの方のこのパーンとこう抜けるようなこうサウンドっていうのも感じることができますね。まあ、やはり国産フェイマス、日本製入門ブランドでありますけれども、非常に弾きやすくてですね、本当にこう、まあ、これからウクレレ始める方にも非常におすすめですし、 FS5G の上位モデルとして登場いたしましたので、いろんな曲をいい音で弾きたいなという方には非常におすすめなソプラノウクレレになっておりますので、はい、ハワイアンコア材のですね、ウクレレらしいこれぞフェイマスといったサウンドをご堪能いただけると思いますので、ぜひご検討いただければと思います。